シーズン勝利は1試合、そしてここ2試合は無得点の山形です。そして今選手たちがピッチに姿を現しました。スタイルを貫く中で、まあ、試合途中でどう変化させていくのかというところですね。はい、前半スタートです。左エンド青のユニフォームが山形、そして右エンド白のユニフォームが新潟です。本間紫音ドリブル、ボックスライン2人かわしていけ、折り返し鈴木だ。2人いるとこの間っていうのが空いてくるわけですよね。相手2人来た時には中でもつれたところでのファールを取ったわけですかね、山形の選手の。さあここで前半終了です。落ちさんいかがでしたか。後半スタートです。左エンド白のユニフォームが新潟、そして右エンド右から左に攻めていくのが青のユニフォーム山形です。さあ新潟チャンスになる。くさび打ち込んで高木、高木選手も含めてミスというよりギリギリのところで山形の選手たちが、うん、ね、前を詰めてプレーさせてない。さあ最終ラインから、おっとここ奪った、高木のシュート。高い位置で奪ってすかさずシュート、新潟先制。この山形のビルドアップ、ちょっと持ち出しが、ね、大きくなったところをすかさず高木選手は守備の間合いを詰め、本間選手かな、守備の間合いを詰めて、はい、引っ掛ける。で自分でシュートも打つことはできましたけど、はい、いい状態でタイミングよく入ってきた高木選手を選択して、はい、最後は決めてくださいのこのパスですね。まあ、ゴールの中に1人、ね、カバーしている選手はいましたけど、高木選手にとっては本間、ま、早く入れてきた鈴木、鈴木ビクトルを収めた。チームはカバーに来るわけですよね、2人3人と。で2人3人来るってことは本間選手にはもうそれだけでも効果はある。ファーサイド、これが通ります。折り返し本間から、おっと折り返しのところ弾いたボールがゴールの中に吸い込まれました。新潟追加点2対0。この、ね、きっかけは高木選手に、山形の選手たちがまだ揃ってない時にスタートしたんですよね。別に笛で止まってるわけじゃなかったですから、なので山形の選手たちはちょっと配送しながら戻りながら、しかもシェアがなかったので新潟の選手たちの方がいい状態だったと。まあ、ここはでもビクトル選手なんとか処理はできたとは思うんですけど、はい、あのまあ状態体勢が悪かったんでしょうね。いい判断ともできなかったということで、まあ、ミスから招いた失点と。ただでもきっかけは高木選手のリスタートだと思います。中央すらしたヘディング、山田コーター。いや今最後ロメロ選手ですか、ファーサイドで山田選手かな、これ山田拓実選手のヘディングシュート、ロメロ選手ですね。ここは入っててもおかしくないというシーンでしたけどね。はい、中央跳ね返す、ここに山田コーター、もう一度中に上げる、中原、クリアがねちょっとちっちゃくなったところ、まあ、振って斜めのボール、ワンタッチで山田拓実に戻すボール。ここで今試合終了の笛、